ちゃん、こんにちは。豊さん、はい、オールスター の1戦目エスコンでのホームラン競争を見てました、はい、いや、それ見てたよ、ね、すごかったですね。近藤選手とか、まあ、岡本選手もそうでしたけど、コンちゃんはやっぱ勝負強いな、うん、あとワンスイングっていう時に入れたからな。そうです。しかもものすごい体勢、あれで持ってきましたよ、ね。まあ、あれが縦振りだよね。あれが縦振りなんですか。あれが縦振り。本来の近藤選手っていうのはああいうバッティングではある程度レベルだったんだけどな、うん、レベルから若干ちょっと落ちるけど、はい、レベルに近かったんだけど、うん、ソフトバンク行ってからかな、ちょっと縦振りになったよね、うん、それで飛距離が出たし、うん、ホームランが増えたというね、うんうん、まあ、そういうことになってるけども、うん、まあ、とにかく前に行かないで、うん、反ってこの角度を出していくという、はい、入射角と反射角をこう揃えていくというかね、うん、そういうバッターになってですよね。最後の一発とかものすごい体勢で持ってきましたよね。ね、あと他牧選手もあの日は2ホーマー。牧はインパクトゾーンを長く振るバッターだな。あ、また全然違うっていうことですね。そうそうそう、ミートできてる時間が長いって。長い。いや、だから縦振りだからといって短いわけじゃないよ、はい、縦振りだからって言ってこう横を縦にしただけの話だから、うんうんうん、縦振りの場合は入射角と反射角があって、はい、こういうボールがあってこの角度でバットがガーンと入ってくれば、うん、このまま持っていけるという、はい、だからゴロにならないという。あ、まあ、自然的に長打だったりとかホームランになるということですよね。そう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 。だからいろんな技術が隠されてるよね。そうですね。だからあのホームラン競争とあの日の試合一つ取ってみても、すごいバッターたちのいろんなそのバッティングとかホームランとか、例えば岡本選手もまた違うわけですよね。まあ、ホームラン競争になると違ったな、うん、だから若干こう縦振りが入ってるというか、うん、運ぶという感じだよね、うん、本来はどういう風なホームランバッターなんですか、岡本。はい、いや、岡本はもうラインにシンプルにこうバーンと入れていくバッターだ、うん、ボールは上に行くことは絶対ないから、はい、投げてるボールは、うん、絶対下に行くわけだから、うん、まあ、若干下目からこうラインに入れていくっていう、うん、そういうタイプだよね。あとは、まあ、ホームラン打ちました村上選手。村上はちょっと違うな、あいつは。何が違うんですか。やっぱすごいな。え、そのあのホームラン打った時、はい、あそこに運んでるもんね。 あえてあそこにも、あそこにグーンと持っていけるというかさ。他のバッターと何が違うんですか、ホームランバッターと。他はこう叩くというイメージがあるんだけど、うん、村上っていうのはやっぱ運ぶっていう感じがある、ね、持っていくってことですかね、うん、技術とかパワーとか体の使い方とかなんですか。打つコースによって反対側に打つことっていうのはずーんと長かったんだけど、うん、これが引っ張って、うん、あの角度って村上が今年ちょっと苦しんでるのは早いから落ちちゃう、うんうん、ボールが、はい、だからこれが向こうに長くなったら本当に三冠王を取った時のような量産体制に入ってくる。やっぱり天才的なものを持ってる、持ってるなですね。いや、だからホームラン一つ取っても全然違うんですね。だから村上っていうのは最近こう反対方向に角度が上がっていくようになったでしょ、うん、はい、あれはやっぱこうインパクトからこう運ぶっていう感じが出てきてるよね。で、今度こっちに運ぶような感じが出てくると、うん、まあ、量産体制だ。あとは山川穂高選手が一発出たじゃないですか。で、まあ、小久保監督にちょっと初めてアドバイスをかかって、それを実践したら即もうものにとかできましたと。山川穂高選手のホームランっていうのもまた違うんですか。また違うんだよね、うん、ドスコイはどちらかというとポイントは前で捉えるタイプだったんだよ。あ、前で。そうそう、それがあまりにもこう後ろが大きすぎたから、うん、後ろで捉えようとするから苦しかったんだよね。で、ここをコンパクトにすることによって前でパーンと弾けるから、うん、おかわり君がホームランを打つときに何のストレスもなく綺麗にピョーンと振り抜けるけど、うんうん、山川もどちらかというとそういうタイプだったんだよ。あ、おかわり君タイプだったんですね。それをやっぱこうなんて、やっぱ力むんだろうな、移籍してホームランを打たなきゃいけないとか、うん、で回転とポイントで打ってたんだけど、うん、本当は後ろが大きい人の方が打球は飛ぶんだよ、うん、はい、でもそんな必要ないから普通でも飛ぶのに、うん、こういう無駄をなくしてここだけコンパクトしてれば前で、はい、あれだけ飛んでいくんだ。
すぐ飛んできましたよね。そうそうそう、それが分かればすごく怖いよね、山川後半。後半戦そうですよね、うん、無駄に力を入れようとしたらこっちからこう入るんだよ、うん、入ってここにボーンと落とせればいいんだけど、あいつはあんまり落とさないんだよ。ラインにこう入れていこうとするから落とさないからスピードが出ないんだよ、はい、だけどこのコンパクトにこう入っていくと前で捉えると弾いてくる、そのままそのパーに乗って行ってくれるってことなんですね。そうそうそう、ホームランバッターたくさんいますけど全然違いますね、皆さんバラバラというか。豊さんが今の野球界で考える、いますか、トップオブホームランバッター2人、例えば瀬とか横綱みたいな。それは村上でしょ。村上と山川ですよ。あ、そうなんですね。いや、そりゃそうだよ。まあ、岡本もそうだけどね。はい、うん、それやっぱ村上先生がさっきおっしゃったその天才的な、やっぱりその持っていく、持っていくという、うん、で山川選手の凄さっていうのはストレスはあんま感じないよね、スイングに。あ、そうですね、あのおかわり君と一緒ですよね。でもやっぱりね、それ以上に俺魅力あるのは誰、やっぱ清宮が魅力あるわ。あ、清宮やっぱね、あの子は違う。え、何が違うんですか。いや、あの子はね、ハマったら天才的なものを持ってるね。打球を運ぶという意味では。こっちも運ぶんですね、やっぱり。うん、高校時代に100何本打った、うん、伊達じゃないわ。その村上選手が天才的って言ったのと似てるものがあるんですか、清宮選手にも。またちょっと違う。どういうふうに違うんですか。村上はレベルだけど、はい、清宮は盾なんだよ。盾なんですね。だから入射角と反射角で打つ、うん、村上はちょっと違う。違った。ヘッドをうまく使うんだよ、清宮は、うんうん、パーンって、うん、ここで捉えたものを弾くっていう。それが早いんですか。早いっていうか、それが乗せれるんだよ、バットに。今までは多分それができてなかったけど、うん、この前千葉マリンで打った日本のホームランは確実にそうなんだよ。だからあれで俺は目覚めたんじゃないかなと思う。バッティングが変わったんですね。俺は、いや変わったんじゃない、あの高校時代からの呼び起こしたっていうか。ああ、自分の良さが戻った。そうそうそう、それは姿形は多少変わってるよ、うん、振り方っていうのは、うん、いやだけど呼び起こしたっていう感じがする。来たなっていう感じがする。ようやく来ましたね。じゃあこれは掴んだんじゃないかなっていうような気はする。これで掴んだら、まあ、来シーズン以降もちろんホームラン王とかも狙えるようにはなって可能性はあるんですね。そしたらマンチュー、うん、水谷清宮、これは破壊力あるよ。そうですね、日本ハム、ソフトバンクの柳田、うん、山川近藤に匹敵する。すごい、いやすごいと思う。このリズムで、うん、多分できればな、うんうんうん、本当にいいと思うよ。そうですね、忘れんなよっていうような感じだよ、あの感覚をですよね。そう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 。あとは豊さんが言ってたそのやっぱ天才というのは宮崎選手も非常に、いや宮崎はもうね、うん、究極だよ。もうちょっとバッティングのレジェンドぐらいに入ってるんですね。いやもうね抜けてる、そのバットのコントロールとか。ただやっぱこう体のキレとか、うん、やっぱ年齢的が来る衰えとか、うん、まあ、多少あると思うけども、うん、彼はね縦振りだ横振りだとかいろいろ世間言ってるけど、うん、両方できるから。ボールの反射でできるから、高めに来た、うんね、レベルみたいな、うん、パーンと上から出せる、うん、で低めに来た縦振りみたいな、はい、入射角と反射角みたいな。体で反応するんです。体で反応する。もうあのね、ちょっとこう引く感じでこう打つのも独特というか。コンちゃんもできるんだよ。コンちゃんもできるけど、あえてレベルにはあんまりしない、うん、それなんでなんですか。我慢する、レベルで打てるところは。やっぱこう縦振りができるこう高さっていうのがあるんだけど、はい、どこでもできるんだよ、うん、だけどだいたいベルト付近から低めをコンちゃん狙ってるよね、うん、高めにはあんまり反応しないようにしてる。これ反応してレベルで打つのも意識するようになるとまた変わってくる。それは外の高めだけできる。ああ。でもあえてインサイドはレベルにはいかない。いかないんですね、うん、それをするのが宮崎選手ってことなんですね。そうそうそう。あ、だからちょっとここもパーンといける。ここもいくんですか。いや、ここガーンといける。すごいな。いや、すごいんだよ。刀のこうなんていうの、こういうやつ。あ、うん、ありますよね。なんていうんだっけ、こういう盾じゃん、盾みたいな。盾みたいなやつ、うん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 、あれがもうボールに来るところでこう自在なの。昔武士だったんじゃないですかね。多分な。刀使いが上手いっていうね。宮崎じゃなくて宮本だったかも。あ、そう、宮本武蔵だったかもしれないですよね。今プーさんって言われてますけどね。蜂蜜食ってる場合じゃない。そうですね。
あと豊さんが考える、はい、今はまだ発展途上だけど、例えば5年後10年後には多分すごくなっているぞというバッターっていますか？森下、阪神の。それはどういうところから見受けられるんですか？あのバットの出方だよね。どういう出方するんですか？出方は必ずあの子はホームランバッターになれるよと俺は見てる。その今はまだっていうところは何なんですか？今はポイントがバラバラだしさ、うん、なかなか自分の確立というかいろんな雑音もあるだろうし、やっぱ自分のものが確立された時に人が何も言わなくなったら、うん、おそらく俺は確立していくと思う。自分で掴んでそれをものにしていくってことですか？うん、そうそうそう。そのぐらいのバットの角度だとかスイングの速さ、力強さ全て持ち合わせてるから、うん、あの子は行くと思う。ホームランを、ね、狙えるような選手になるのか、それとも打率？いやいや、両方だよ。両方ともですか？ただ甲子園という球場がその成績を邪魔するかもわからないけども、うん、実力的にはホームランとか、はい、そういうことも含めて、うん、トッププレーヤーになっていけると思う。他にはいますか？リュウクは面白いと思う。あ、中日のあの子はバッティング変わったからね。どういうふうに変わったんですか？いや、縦振りに変わってきてたでしょ、うんうんうん、でそれを続けていくと、はい、あの子は面白い選手になると思う。あ、その率を残す選手になっていくってこと？まあ、率もそうだし、まあ、そんなにパワーがある方じゃないからさ、うん、率が残れる選手になると思う、うん、わ、変わったなと思ったもん。あ、そうなんですね、うん。今まではどういう風なバッティングだったんですか？今までバッティングなんか語れる選手じゃなかったよ。だってこうやって構えてこんなんでファールしてて、はい、結局どうやって打つのみたいな。自分の中でなんか定まってなかったんですか？で定まるも何もなんか当てるのが精一杯、うんうん、そんな本当ですか？いや本当だよ。あ、そうだったね。結局お前その打席で何したいんだみたいな、うんうん、そんな選手だったんだけど、うん、この前上がってきた時に、はい、縦振りしてるんだよ、うん、その時見た時に、うん、この選手はこのまま続けたら俺はいい選手になるぞと思ったよ。おー、まあ、広いバンテリンなので、まあ、安打数だったりとか、うん、率も残せる選手になってくるだ、まあ、守備もいいですしね。まあそうだね、うん、いやだからあのまま続けてれば俺は面白いと思う、うん、それが確立できればね。もともとね、野球の能力っていうのは高い選手だから、うん、何かきっかけだからさ、はい、だって藤岡だってロッテの縦振りにしてから引っ張ることが苦手だったのが、うん、引っ張れるようになってんだよ、うん、藤原だってそうだよ、はい、ね、グラ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 してるのが、うん、追い込まれてから角中みたいにノーステップしたら打つようになるんだよ、うん、だから何かのきっかけでやっぱり良くなるんだって。そうなんですね、うん、こんな時あ何やってるの打席でみたいないやいや本当だって、お前結局どこに何を打ちたいんだみたいな、はい、そういうバッティングだったんだよ。そうだったんだ。いやいや、表現ができるようになった、縦振りになって。あ、いや、そうなってくるとやっぱ変わってくるよ選手って、まあ、安定しますし、自分の中の一つ確固たるものをできれば、そうそうそう、打てていきますよね。あと梶原とかも素晴らしいけどね、 DeNA の、はい、うん、いや梶原はあのままねやってほしいなんて、うん、タコロをちゃんと育てろよみたいな感じで、まあ、タコロが形をつけたんだと思うけど、将来的にはどんなバッティングの、いやもう首位打者候補だよ、うん、まあ、足も抜群に速いしさ、はい、あとはね長打が出てくるよ。あ、はい、だ3割20本、うん、40盗塁ぐらいできる。あ、すごいじゃないですか、うん、だから盗塁を10本に入れて、はい、30本までは打てないと思うんだけど、うんうん、トリプル 2.5 ぐらい、ちょっと待って中途半端な。まあまあ、だけどそのぐらいの可能性のある選手だよ。あ、そうなんですね、うん、じゃあ DeNA をもうね、リーディングヒッターというか引っ張っていくような感じですか？あれはあの選手が一番に入ってくると、うん、まあ、安定してね、うん、もうレギュラー一番掴むと面白いと思うよ、はい、そうですよね。あと前ちらっと聞いたのがロッテの高部選手。あ、高部な、はい、高部はもう天才的だな、あの子は。そうなんですね、うん、やっぱバッティングに関しては天才だと思う。やっぱミート力がすごい抜群に高いから、はい、センスがいいだけに動いても捉えられるから、動いて捉えようとする時もあるんだけど、あれが動かなくなったら確実に3割はピタッと打つよ、毎年コンスタント、うん、絶対打つ。へー、だからセンスがいいだけにこうやって動いても捉えられるから、うん、
ね、動いちゃう時はあるけど、はい、あれ動かないでピタッと止まってここでここだけで捉えられるようになってくると、うん、オーラも恐ろしい。おお、じゃあ今挙げた何名かの選手たちはまあ5年後だったりとか、まあ、数年後におそらく開花してそうだ、ね、プロ野球を球界を引っ張ってる選手になってるだろうという感じなんですね。いやでもね、オールスターっていうとね、どうしてもこうお祭り祭典というのでこう楽しく見てしまいがちですけれども、やっぱ個々の選手のいやね、もう技術見てほしいよ、そこですよね。もうふざけてるように見えるかもわからないけど、うん、お祭りで、うん、だけどやっぱここって言った時に出してる技術っていうのは高いものがあるから、また個性があるしね、その技術に。そうなんですよ。だからね、ね、近年この交流戦もあるので、オールスターゲーム1試合だけでもいいんじゃないかとか、なくてもいいっていうこともありますけど、そういった意味で毎年ね、その技術とかいろんな選手のこういろんな個性あふれるバッティングっていうのを見て楽しむっていうのも一つの手ですね。いいな。でもオールスターは1試合でいいぞ。いや、そうなんですね。やっぱり1試合でいいか。1試合でいい。選手疲れるかね。疲れるよ。ホームラン競争、うん、まあもう本当メジャーに並ぶんだったら前日にホームラン競争やってヘトヘトだぞお前。今ヘトヘトの中、牧選手また試合出てて怪我するから。そうですね。だから1日置いて試合やんなさいよ。そうですよ。お客さん入れてって、そしたら2試合分の集客になるじゃない。連続はやめた方がいいですよね。メジャーなんか30年に1回しか地元に来ないの。日本は12年に1回来るわけだから、3倍の勢い。江戸と一緒だから。そうですね。まあ、ええやないか、1試合。1試合でもね。なるほど ね。近いし。そうか。そうですよね。移動もあれだし、はい。そうですよね。いかがでしょうか。はい。